排気管の中に。排気管を掃除していたのですが、ダメだったでしょうか。あ、リニアロボットですから大丈夫ですよ。でも排気口のお掃除をしなければ。は、裸で排気口のお掃除ですか。そんなタカヒロさん、今リニアに触ったらタカヒロさんが汚れてしまいますよ。ほこりだらけなんですから。あ、はい、すみませんです。タカヒロさん、そんな髪型まで、その、汚いですよ。リニア、ホコリだらけで。え？いた、喋れませんよ。でもそうだとお礼が言えないじゃないですか。でも拭いていただけるためにお礼しないと申し訳なくて。ありがとうございます。いえ、タカヒロさんに優しくされて嬉しくて。何をなさるのですか。せっかくタカヒロさんが髪型直してくださったのに。ごめんなさい、謝りますから許してください。せっかくタカヒロさんがやってくださったのに。ちゃんをいじめているのでちゅか。あなたは。問答無用でちゅ。
なら殴られるような真似はやめるでちゅ。さあ、リニアちゃん行きまちゅよ。あの…所長、これをお願いしまちゅ。はい、今日中にこれをまとめてもらいまちゅ。今回は萌えコンの調子が悪くて、データを出すのに時間がかかってしまったのでちゅ。年末はいろいろと支出が多くなりまちゅから、データも多くなりまちゅよ。男がいつまでも小さいことにこだわってるんじゃありまちぇん。さっさと片付けてこたちゃい。仕事終わりですか？痛いです。その頭をグリグリされたら痛いですよ。紙テープですか？はあ、それは大変ですね。難しそうな言葉はあまり得意では。すみません、でも読めないのですよ。なぜかはリニアにもよくわからないのですが。あ、でも高弘さんのお手伝いはできますよ。本とか運んだりとか。できますとも。リニアだって頑張れば頑張れる娘ですよ。はい。
邪魔になんかならないように気をつけます。できる限りやらせていただきます。はい、頑張って高弘さんのお仕事が早く終わるように応援させていただきます。数の本を見ましたよ。ここの本をすべて読んだらものすごく頭が良くなるのでしょうね。これだけある本をただ読むだけじゃダメなんですか。難しいものですね。理解しようと頑張ったのですが、高弘さんが言われることは少し難しすぎて。なるほど、そうかもしれませんね。この量の本ってデジタル情報にするとやっぱりコンパクトにまとまるのですか？それならばなぜ便利な方法を取らないのでしょうか？この島は。なるほど、何でも便利ならいいってものじゃないのですね。あ、そういえばこの島にコンピューターってほとんど見ないですね。南フロア K の3595棚の5段目の。はい、キャー、お化けです。お化けが出ました。いた。でも白い影がそこの奥に消えていきました。あれは幽霊さんです。
でしょうか。ですね。なんでですか？秘書室で寝ていましたら、図書館の方から物音がしましたので、見回りをしようと思いましたら、いつの間にかこんなことに。そのようですね。させていただいてよろしいでしょうか。その幽霊さんとは初めてお会いするので。痛いです。そんなリニアの頭を叩いてはいけませんよ。ただでなくてもバッファが足りないのですから。これはこれは、自己紹介が遅れてしまいました。私、実相寺冬葉と申します。萌子島の図書館司書をやっております。あ、リニア、名前をリニアと言います。機械人形でして、メイドの見習いでして。あ、この手みたいのですか？この手みたいな飾り物はリニアハンダと言いまして、ですね。わかりましたよ。リニアさんは機械人形のメイド見習いさんなのですね。危ない。